今からやるのは、ベイリングってあるじゃん。あそこにね、キノコ生えてるでしょ？あれ、なんかあんのかなと思って、調べに行こうっていう。とりあえず木とか倒しますね。このマップの、範囲。動くからやろう。これら4人しかいないから、もちろん、なんかそのボックスとか壊して出てきたキノコも入れていいから、ベイリングウッズにキノコ何個あるか詳細ですね。木の範囲、木をなぎ倒すのももちろんありやで、木をね、一個ずつ壊してたらいいかも。無理かな、まあ、ない時間終わるかな、終わらなかったらちょっと調査できない調査できないとかね、なかなか暴れ出しちゃってまずいっことり忘れちゃうと怖いんだよなぁ。キノコはさ、走るときはさ、1個5かやっけ、15個 75×5 で、375回持てるんだよね、マックスでね。375×4 人以上あるのかなっていう。ベイリングってのは積極的に入ったんで、これ悪くなったけど。取るのはいいの、取ってどっか集めちゃって、集めまくったら。4人で終わんなかったら、つけた。なるべく木を切り倒したら邪魔だから。木を切り倒して集めて、1箇所に結構集めてみたいな。一つの床に15個ずつ入れて、っていうのが何個あったんだろう。OK! じゃあ、キノコ集めるか。これ5個しかないんだよな。誰か5個持って。あ、てか、みんな5個、落としてキノコ。この上、とりあえず。俺が手で集めてみよう。意外とない、意外とない。キノコ今45個。あ、いい。結構あるぞ、結構あるぞ。え、待って。75個以上ある。15個、16個、16個でしょ。これ15個でしょ。結構あるよ。それなんで1個食べたからな。これ1個が15個として、15個でしょ。え、何をしてるの彼は。15×6 だから、60あるから、ん ?15×5×6 か。30×15 か。だから450あるんだ。450に、7で、35? 485? ウェイリングウッズのキノコだけで485シールドかけてきますよっていう、なんか調査結果やな。